皆さんこんにちは、キャストライス TV の栗崎です。ゆうきです。今回はですね、はい、小林さんがいない動画ということで、はい、結構珍しいんですけど。そうですね。伊藤さん、はい、何を今回やるんですか？今回はちょっと物理の有名問題集を2冊比較しようかなと思ったんですけど、はい、小林さん物理勉強しないじゃないですか。あ、そうですね。だからまあ今回は理系の僕たち2人で1回動画撮ってみようかなっていうふうに思います。はい、はい、じゃあそれでは早速やっていきましょう。はい、今回比較する2冊は、うん、名門の森と重要問題集なんですけども、栗崎さんどっち使ってました？はい、僕は重要問題集の方を使ってましたね。で、僕が名門の森使ってたんですよ。うん、はい、今回はまあ重要問題集のパートを栗崎君に、はい、で名門の森のパートを僕でどんどん比較していってみようかなっていうふうに思います。はい、はい、まず値段の話からしていきたいと思います。はい、でも重要問題集の値段なんですけど、はい、まあ、860円プラス税と、まあ、ちょっと安いかなという。そうですね。名門の森はどんな感じですか？名門の森は2冊に分かれてるんですよね。はい、で力学と熱波動編が1000円プラス税、はい、で、はい、電磁気と波動と原子でまた1000円プラス税で合計すると2000円ぐらいになるかなっていうふうに考えていて、まあ、重要問題集の方がちょっとリーズナブルかなっていうふうに思います。学校の方で配られるのも結構重要問題集が多いです。あ、そうですね。学校では確か僕も重要問題集配られました。はい、はい、じゃあ次 Amazon レビューの話いきたいと思うんですけども、はい、重要問題集どうですか？そうですね、重要問題集の方は星が 4.8、うん、というふうになってまして、うん、はい、まあ、星語率が 83% と結構高いですね。はい、重要問題集の印象としましては、まあ、リードアルファとかセミナー物理とか、うん、こう学校で高校2年生の時に配られるような参考書をこなした上でより実践的な演習をね行う際に適切なレベルなのかなと思いますね。で、毎年加わる問題とか、はい、実は毎年更新してまして、うん、なのでまあ結構ね最新の傾向に合わせてるんじゃないかなと思います。うん、やっぱ問題数が多くて網羅性が高いので、うん、結構ね東大京大東工大以外の大学っていうのはこの問題集とかここまで十分なんではないかなと思いますね。で、問題の前に必ず解説の項とかありまして、うん、そういう説明の部分も使いやすくなってるんじゃないかなと思います。で、まあ、10問がねもしダメだった場合、まあ、10問が合わないよ、うん、10問が解けないみたいな場合は、まあ、1個下げてね両門の数からリトライするのもいいんじゃないかなと思いますね。はい、次 Amazon レビューのこの名門の森のパートいきたいと思います。はい、力学波動編が星 4.4 でした。で、星5の率が 67% と、意見としては基礎ができてない場合は厳しいですと、はい、物理のエッセンションを何週間回しましょうっていう意見であったりとか、はい、まあ、すごくいい本だが解説がスマートすぎると問題の入門入試問題演習のような、はい、なんか野生味が欲しいっていう野生味って何あと典型解法の習得解法の整理に良い、はい、っていう意見がありました。はい、まだ電磁気原子の方では星5の率が 56% で星 4.5 の評価ありました。はい、まあ、問題のレベルが高く解説が分かりやすいであったりとか、まあ、神戸や横国以上の人は両門の数がきついので名門の森までやった方がいいであったりとか、はいはいはい、まあ、何件ほど問題が多すぎることなく解説が丁寧というふうな意見がありました。やっぱ全体的に重要問題集の方が評価は高いですね。そうですね。続いて問題の構成にいきたいと思います。重要問題集はどんなふうになってますか？はい、重要問題集大きく6個のパートに分かれてまして、力学、熱、波動、電気、原子、あと総合問題なんですけど、まあ、力学が60問、はい、で熱が14問、はい、で波が22問で電磁気が44問で原子が12問で総合問題が3問の計155問というふうになっております。はい、名門の森は力学が43問、熱が16問、波動1が14問、波動2が9問、電磁気が44問、原子が14問、計144問となっています。波動1と2ってこれどう違うんですかね？波動1っていうのはなんか力学の方に組み込まれてるんですよね。ああ、なるほどなるほど。で、はいはい、波動2は電磁気の方に組み込まれていて、はいはいはい、波動の分野が少し2冊に渡るような形になっています。なるほど。はい、あと重要問題集に関しては、はい、毎年若干の更新があるんで、はい、問題数のズレは多少あるかなというふうに思います。はい、はい、重要問題集の方はねやっぱ若干問題は多く収録されてるんですけど、うん、やっぱ顕著にね現れてるのは一番重要な力学の分野ですね。そうですね。この分野やっぱ重要問題集はね60問に対して名門の森が43問、はい、20問近く差があるので注意が必要ですね。はい、重要問題集は結構融合問題っていうか、まあ、総合問題、うん、あんまり大学の入試は出ないんですけど、まあ、分野を横断した問題も数題収録されているので、まあ、結構ねこう奇抜な入試とかにも対応できるんではないかなと思います。うん、はい、次本書の構成に行きたいんですけども、はい、重要問題集はどんな風になってますか？はい、まあ、重要問題集は非常にスタンダードで、うん、最初まとめがありまして、はい、で問題、そして最後に解説があってそれぞれ独立したものになってます。うん、で、まあ、こう名門の森たちの比較になるんですけど、はい、問題集と解説が別に分かれていますので、うん、すでに見ちゃうという人は、はい、結構おすすめなんではないかなと思いますね。まあ、問題の形式は非常に豊富かなと思いますね。うん、まあ、記述問題とかグラフを書く問題ですね、うん、なども多かったりするんですけど、うん、まあ、ちょっとねこれに関しては、まあ、正直いらない部分もあったりするので、まあ、結構注意が必要かなと思います。はい、名門の森に関しては、はい、重要問題集と違って
問題と回答が一緒に載ってるんですよね。でまたポイントやまとめも回答と一緒に問題の後に載ってるので、確かに名門を使う人は、まあ、ある程度上級者なのでこの点はそれほど気にしなくてもいいかなっていうふうに思います、はい、また問題は基本的に値を問う問題のみ、要するにグラフであったりとか記述問題はあまりないかなっていうふうに思います、はい、でまあ、一部グラフの読み取りや記述の問題もあったが、まあ、やっぱり重要問題集に比べると少し少ないのかなっていうふうに思います、はい、ただ解説の折に Q って呼ばれる問題が用意されていて、これ問題をさらに深めるためのものであり、まあ、物理のセンスであったりとか内容の根本の理解を深めるように問いが用意されているので、まあ、物理が好きな人であったりとか難関大志望の方はここまで挑戦してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみに解いてました、ね、なんかちゃんと解いてなかったんですけど、こんな問題も考えてみようみたいな形で用意されているので、なんか考えてみて後ろにある答えをちょっと見て、はい、あこんな感じかっていうふうにやってましたね。結構難しいんだよね。これ難しいですね、はい、物理好きな方は挑戦してみればいいかなと思います、はい。続きまして難易度の方に行きたいんですけど、まあ、重要問題集実は A 問題と B 問題というのに分かれてまして、うん、まあ、A 問題が全体で139問 B 問題が16問なんですけど、はい、まあ、A 問題っていうのはどういう問題かと言いますと、まあ、大体偏差値55くらい、うん、国立大学から大体9定とか、あ、まあ、総計もギリギリ対応できるかなというようなレベルになっております、うん、で B 問題というのはもう本当に難しい問題なんですけど、うん、まあ、でもまあ B 問題が16問しかなくて、うん、ちょっと東大京大とか、あとも東工大とかです、うん、あと半大も物理が難しかったりするんですけど、あと池の短科大学とか、うん、そういうところをね受ける受験者っていうのはちょっとレベルが足りないのかなというふうに思いますね、うん、名門の森はどんな感じですか。はい、名門の森に関しては難易度が4つの段階に置かれていて、はい、基本標準応用難と分かれております。で重要問題集と違う点は、重要問題集って問題ごとに難易度が設定されてたりするじゃないですか、はい、ただ名門の森に関しては各設問ごとに難易度が設定されてるんですよね。確かに物理の入試問題って問題前半が簡単で後半になるにつれてどんどん難しくなっていくじゃないですか、はい、まあ、その傾向があるので、なんか節分ごとに難易度が分かれてるっていうのはすごいなんか分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思いました、はい、また難に相当する米印2個のパートに関しては、まあ、物理のエッセンスでは難易度の高い米印2の問題に相当するんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、名門の森は、まずエッセンスの問題がまず全部解けるようになってからやるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。また問題は入試の各問中心に構成されているんですが、ところどころ名門の森のオリジナル問題といって創作問題であったりとか、はい、なんか2つの大学の問題を融合したようなオリジナル問題があっていて、これをより高い学習効果が得られるように筆者の浜島先生が問題を編集されているんじゃないかなっていうふうに思います、うん、まあ、対象としては旧帝東工大総慶といった最難関大の入試、またその他の大学でも物理得意教科として、まあ、ハイレベルの実力をつけたい方が中心なんじゃないかなっていうふうに思います。そうですね、名門の森の方が若干問題の難易度は高いですよね。そうですね、そしてまあその物理の学習効果ということに関しても、うん、名門の森の方がちょっと高いかなと思いますね。はい、続いて解説の方に行きます。重要問題集どうですか。はい、問題がねとてもよくしっかりとした解説がついているかなと思います。結構絵がね豊富なんですよね、うん、であと色の使い方も豊富なんで、まあ、僕物理非常に苦手だったんですけど、うん、まあ、物理が苦手な方には非常に分かりやすいんではないかなと思いますね、うん、で、まあ、解説の前に各問題の核っていうかこうキーポイントみたいな感じで簡潔にねこうヒントみたいなのが書かれてるんで、これだけ読んで問題を解くというのもありなんではないかなと思うのと、あと、ね、図とかが非常に多く載っているので、うん、物理はイメージしづらいよとか、うん、結構現象が何を起きてるか分かんないという方はおすすめなんではないかなと思います、うん、はい、名門の森に関しては解説が3段階に分かれていて、はい、ポイントヒントっていう箇所とベースっていう箇所とレクチャーっていう箇所の3段階に分かれています、はい、ポイントヒントっていうのは問題を解く上で問題文をどのように解釈すればいいのか、うん、簡単に記述されています、はい、ベースに関しては問題を解く上で核となるような物理法則が簡単に記されていて、はい、また米印付きでミスしやすい箇所に関して事前に注意書きがされてるんですよね、はい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 、まあ、この辺はすごいいいんじゃないかなっていうふうに思います、はい、レクチャーに関しては基本的にまあ問題のただの普通の解説です、うん、でなぜこの公式を使うのかであったりとか計算を簡単に行うテクニックであったりとかつまずきやすい箇所に関しても、まあ、丁寧に口語調で書かれているのがすごいいいんじゃないかなっていうふうに思いました、はい、まあ、全体的に解説が丁寧で、まあ、原理原則への理解を深めるであったりとか新たな視点で問題を解く力を見つけたい人に向いてるんじゃないかなっていうふうに思います。また著者が物理のエッセンスで有名な浜島先生ですので、うん、まあ、物理のエッセンスと同じ考え方解き方で解説されている箇所がすごく多くて、はい、まあ、物理のエッセンスで一回勉強してる人にとってはすごい取り組みやすいんじゃないかなっていうふうに思います。最後になる
ですけど、はい、どうですかね、実際こう名門の森と重要問題集を比較してみて、うん、重要問題集っていうのは問題をたくさん演習するもので、うん、まあ、名門の森っていうのは問題から学ぼうという、うん、まあ、姿勢が感じられる参考書かなと思ったんですけど、伊藤さん的にはどう思いましたか？僕も結構同じで、はい、なんか名門の森の方が解説が分かりやすいんで、はい、まだ全部固まってなくてもその問題から学習できるんじゃないかなっていうふうに思う一方で、はい、まあ、重要問題集かなり簡素なんで、はい、なんかどんどんゴリゴリ解いてポイってするタイプの方が向いてるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思いましたね、はい、ということでね、今回は、まあ、名門の森とね重要問題集について比較させていただきました。まあ、今後もね、まあ、たまにねこうしてインターン生だけで動画を撮っていきたいと思いますので、今後もご視聴よろしくお願いします。それではありがとうございました、はい。